美味しい冬の味覚を存分に味わいましょう。ブリの揚げ煮をご紹介します。メイン食材のブリは日本近海に分布するアジ科の魚です。出世魚で関西では幼魚の時から順にワカナ、ツバス、ハマチ、ブリと呼び名が変わります。 EPA、DHA に加え脳血管の栄養を補う働きを持つパルミトレイン酸を含む冬を代表する食材です。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずブリは半分に切って塩を振ります。片栗粉をまぶしておきましょう。片栗粉をまぶすことで魚の旨味を封じ込めます。カブは茎を2センチほどつけたまま皮を剥いて六つ割りにします。下茹でしておきましょう。小松菜は洗って4センチから5センチの長さに切っておきましょう。揚げ油を中温170度に熱しブリを揚げます。片栗粉のでんぷん質が材料の中まで油が浸透するのを防いでくれますよ。鍋に材料 A の水、砂糖、醤油、塩、赤唐辛子を入れて煮立てます。カブを加えて煮ましょう。カブに火が通ったところで小松菜も加えて一煮します。ブリを熱いうちに加えて仕上げましょう。煮汁もブリも熱いうちに合わせることで味がよくなじみます。揚げたブリに味がよくなじみ、カブの優しい味わいが寒い冬にぴったりの美味しい一品です。ぜひお試しください。